分までお送りしてまいります。では今日のゲームハイライトで振り返っていきます。イーグルス先発三馬でした。その三馬の立ち上がりをご覧いただきます。先頭バッターの松本をショートゴロ、そして2番の石井和成レフトフライに打ち取ると、この後3番 DH で登場した大谷翔平を迎えます。ここは最後素晴らしいボール、大谷から三振を取りました。初回3人で終えた2番です。ファイターズ先発は有原、その有原からイーグルスはワンアウトランナー三塁の先制のチャンス、ここで3番の銀次がタイムリー、右がヒットで出て藤田を送って、その後バッテリーエラーで進んだランナー銀次が返しました。でこの後満塁のチャンス、ひじりさんを迎えましたけれども、ここはひじりさんはセカンドゴロに倒れて1点止まりということになりました。3回です。有原を攻めて2アウト満塁、ここも満塁のチャンスを作って肘里沢、しかしここも有原満塁のピンチをしのぎました。1対0イーグルスリードで4回です。3回まで、ゼロで来ていた三馬ですけれども、4回ピンチを作って横を、今シーズンはここでプロ初ホームランを放った横を、その横尾の同点タイムリー、1対1ファイターズ追いつきました。そして5回です。ランナーを2塁に置いて石井和成とこの辺りヒットとエラーでセカンドランナー松本が帰ってきました。これで2対1ファイターズ1点リードと変わります。さあリードしてもらった有原、6回です。この回もワンアウトから肘里沢にツーベースヒット、同点のチャンス、しかしここ内田三振、そして足立ショートゴロで、あと1本が出ませんでした。7回の表、この回もマウンドに上がった三馬、ノーアウトランナー1塁でこのバントが三馬悪送球、これで3塁1塁で松本フォアボール でここでピッチャー変わります。満塁のピンチを招いたところで2番手は高梨、その左の高梨から石井和成、初球を捉えてのセンターへのタイムリーでした。これで3対1、なおも満塁のピンチ、しかしここ大谷に三振取って2アウト、そして続く4番の中田、中田をショートフライに取って、ここは1点でしのいだ高梨でした。8回です。今日で500試合登板、節目の登板になりましたベテランの青山、この8回からマウンドで上がりました。ツーアウトを取って杉谷、最後は外からのスライダーでした。1イニングを3人で終えた今日の青山でした。2点を追いかける展開で9回の裏、最後は増井がマウンドで上がって、茂木がショートゴロに倒れてゲームセット、ファイターズ今シーズンの最終戦白星で飾ったゲームでした。青山投手おめでとうございます。今日は3対1でファイターズがイーグルスを下したというゲームになりました。ファイターズの方は